にゃんにゃん、どうもシュネコです。今回もフリーゲーム蛇の命やってきたいと思います。パート9ってことで、前回の続きからになるんですけど、今回は、前回ですね、パート8で証拠品をゲットしました。包丁怖いですね。怖いんです。だけどこの証拠品を持って、電話相談、いや待って、何で開始するっけ。電話相談、あ、違いますね。待って、何すればいいんだ。いよいよ、推理パート本番に入るため、証拠品が必要になります。最初の事件なので、1個集めるだけで OK。すでに証拠品が見つかっているようなので、推理パートの途中の、いいのとか言って、よろしいですか。まだ、やり残したことがある。謎は解けた。皆さんを集めてください。言いましょうか。解けた。あ、待って。体力回復しとこ。おいしょ。じゃあ、銀行食べ、あ、まだ、まあ、なんかもらっとこっか。食べよう。よし。で、HP15。まあ、本当今、マックスが17なんですけど、まあ、いっかってことで、これで、レッツゴーしましょう。何すればいいかわかんない。まあ、わかってるけど、謎解けた。皆さんを集めてください。旅館のロビーにみんなを集合させます。はい、お願いします。おー、推理パート、本番。何が、皆さんを集めてくださいだ。推理漫画で、噛んだよ。推理漫画じゃあるまいし。いるよな、こういう勘違いヘビ。それに、犯人はすでに確定しただろう。無敗の刑事の名推理に素人のヘビごときがイチャモン強いっていうのか。まあ皆さん取り込められて退屈していたところでしょう。付き合ってやろうじゃない、ヘビの探偵ごっこに。もうアウェーだよ。ついに推理パート本番が始まりました。本番では選択肢を間違えると容赦なく三段目で受けるから注意してね。怖いよ。探偵は最初から推理レベルを20所持しているため、すべてのヒントを無償で利用することが可能です。活用しましょう。事件のおさらいだ。ケリさん、被害者のヘビは温泉から出た後に何者かに殺害された。遺体の損傷具合から見て一撃死のオーバーキル5、そしてオーバーキル5には攻撃力6以上が必要になる。ここまではいいな。まあ、意義ないね。うん。そして、攻撃力、どこ、あ、待って。え、待って。あ、いっか。そして、攻撃力、どこを出せるのは、ヘビ、大型種のみ。つまり、反抗可能なのは、ヘビ、大型種だけだ。でも待ってよ。確か、包丁の、なんか、アイテム欄、なんか、説明欄のところにですね、攻撃力プラス3とか書いていたような感じだったと思うんですよね。なのでヘビヨガタだけ殺せるってわけではないと思うので、ここは意義あり。意義を発動しました。ティニスプラシャック、意義。ついに開幕だよ。何が開幕したの。その調子だよ。どんどん維持していってね。あ、わかりました。往生際の悪いヘビめ。反抗可能なのはヘビ大型種だけだった。これに反応するなら理由もいたまえ。ヘビ大型種には反抗不可、他にもいるんじゃないかな。ほい、80ポイントの経験値を獲得しました。他にも反抗可能な容疑者がいるだって。おお、何びっくりした。逆に攻撃力データを見ただろう。ヘビ大型種以外は攻撃力5以下ばかり。他にオーバーキル5を叩き出せるものが存在しないではないか。ちょっと待ってください、刑事さん。ちょっと待っとうね。オーバーキル5を弾き出した根拠を提示してね。狂気の、共犯の可能性、狂気の存在、毒の使用。狂気があるんですよ、狂気。狂気持ってるんです。包丁、キャ、狂気、包丁を証拠品として提示しますか。包丁を証拠品として突きつける。包丁を本当の意味で突きつける。腕力5以上。ただ、今のヘビ君には腕力はないです。ゼロです。包丁を証拠品として提示しましょう。ほい。これは、包丁？うん、包丁。お、
レベルアップ50ポイントの経験で獲得しました。うちの旅館の台所にあるそび、待ってそびなだよ、待ってそびんか、そびだよ、誰かが持ち出したんだよ。蝶として装備すると攻撃力プラス3の人間性用装備になるよ。ピロンピロンピロン、そうか、狂気を装備すれば攻撃力6以上、つまりオーバーキル5の可能な候補が増えるよ。そうだよね、この場合人間が怪しい色状態ですね。お、なに？だがその狂気、指紋は一切ついてないようだが。指紋がついてないってことはやっぱりヘビが怪しいってことだな。ちょうど待ってくださいよお、援護、援護がある疑問ぐらい犯人が拭き取ったんじゃないの？また行き、その拭き取ったような痕跡すらもうないのだよ。ますます蛇が怪しくなるな。え、指紋がついていない理由は？わからない場合は適当で OK？ 手袋をはめていた、温泉で居いだ使用者が蛇だった。いやでも手袋ぐらいするんじゃないか。そうだよ、手袋をはめればいいだけのことだよ。手袋といえば、ハンターのお客さんがいつもつけてるわね。くそんなことより、凶器の持ち主が犯人ってことなら、その凶器がどこに落ちていたかも重要だよな。でも、8号室に、じゃ、8号室に落ちてたもんね。いや、そこは大丈夫じゃない？怖い、怖いよ、怖いよ凶器が落ちていた場所行ってみろ。拾った9本になら覚えてるな。7号室、8号室、大浴場を覚え出す。確かヘビ大型人の部屋やったんだよね。50ポイントの経験で獲得しました。8号室とな。8号室といえばヘビ大型人の部屋。なおさら容疑者が怪しいのではないか。よ、イジ、知らないよ、そんな包丁誰かが置いたんだよ。お、またいきその包丁は台所のそび、待って、そびんでって、そしな、そびん、そびんだったかなっていう話だったな。体型的に食い気張ってそうだから台所に出入りしてたんだろう。そして台所に潜入した、ブブー、侵入したところ被害者のヘビに目撃され、口封じに人差しといったところか。いや、まあ、意義あるよ。意義だよ。意義。経験値50、100、経験値110。ヘビ、大型人の部屋から包丁が出てたのに、まだ被る気かね。勘だよ。だったら、容疑者が包丁を使用していない根拠を示してまえ。蝶を使って人間専用なんだよね。だから、蝶って使用できないんだよね。蝶器を使用でき、待って、蝶器を使用できないんだと？理由で。腕力不足で装備不可、剣レベルが、剣スキルが足りない、ヘビだから無理、ヘビだから無理なんだヘビだから無理。そうか、この凶器は人間専用装備だったはず。レベルアップ250ポイント経験ゲット。装備できないのに8号室のヘビの部屋にあったってことは、真犯人が罪をかぶせるために置いたんだ。そうだよ、真犯人がヘビに罪を着せるために凶器を置きに行ったに違いないよ。自分で装備できない包丁を自分の部屋に置く意味ないからね。いや、発想を弱点させすまえ。そのヘビが人間に罪を着せるために人間専用装備を持ち出したとも考えられる。その通りだ、包丁を置いたのは他者ではなく本人。他者が置いたというならその部屋のヘビに目撃されてしまうからな。8号室のヘビは寝ていた、8号室のヘビは不在だった。だから待って、ヘビさんあれだよね、お風呂入って、あのお風呂ってか温泉入ってなんか入ってこようかなとか言っとったから、おなんかいなかったんかな。そうだよ、容疑者として取り調べを受けていたから8号室は不在だったんだ。ああそっち、そっちか誰もいない部屋なら、待って、部屋になら誰でも包丁を置きに行けるよ。いや、それも逆だ。8号室には誰も凶器を置きにいけないのだよ。そうよ、8号室が空き部屋の間は防犯のため木の扉に鍵をかけておいたのよ。
つまり8号室は密室、包丁を置きに行くなど不可能。いや、8号室に潜入できた者が1人だけいる。誰だよ。勘だよ。もちろん最初に包丁の話を持ち出した張本人、嘘を自分、そこの探偵気取りの蛇だけだ。また蛇に罪をなすりつける。現に8号室に侵入したのは包丁を抜けた張本人の蛇しかいないだろう。俺を目撃したぜ。勘だよ。隣の8号室でそこの蛇が包丁を持っているのな。いや、もともと落ちていたよ。落ちてた、落ちてたもの。そうだよ、もともと落ちていた包丁を蛇探偵が発見したって話だよ。もともと落ちていたな。もともと8号室のデブ蛇の私物ってことだよ。そんなひどいことないで。俺は隣の7号室から見ていたが、隣の8号室に侵入したのはそこの蛇だけだ。待って、え、見ていた、待って、いじです、いじです、いじです7号室から8号室に見えるのがおかしいよ。記憶ポイント。そうだよ、さっきから8号室の状況に詳しいけど、エスパーでもないのに7号室から8号室を投資しているような発言ばかりだよ。おっと、言い忘れてたのが、7号室と8号室の壁には穴が開いてるんだわ。そういえば壁がもろくなっているのよね。その壁の穴から8号室の状況が筒抜けってわけだ。そしてその蛇探偵以外は誰も8号室に侵入していないってこともな。その証言が嘘の可能性もあるよ。嘘ではない、証人もいるんだよ。7号室にはずっとムカデが居座っていたからな。ああ、俺が証人だ。ハンターの証言通り、その蛇以外は誰も8号室に侵入していないようだからな。なんでムカデがハンターの部屋にいたの。勘だよ。ビジネスの話をしていただけだ。ビジネスの話ってアリバイ証人になるとかいうビジネスじゃないでしょうね。ムカデは最後のバールビジネスをしていたそうよ。お金を持ってそうな客を見つければバールを無理さばいていたとか。証人かと思ったらただの証人だったというオチだなちなみにバールは買ってないぞ。クソ高かったからな。つまりムカデを買収したって予定もなさそうだね。ええ、理論が煮詰まっていたのにあなたのターンになりました。セーブさせてください。休憩時間にセーブだ。え、なんで、もうお前の負けで。議論終了って寸前にセーブなど必要ないだろう。とりあえずセーブ画面を開くようお願いします。はい、ということでですね、今回、ちょっとね時間がいい感じになったのでここまでさせていただこうかなと思います。さあ一体誰が犯人なんでしょうかってことで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いしますってことで、それまた次回の動画でお会いしましょうってことで、ありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。 Twitter などもやってますので、よろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップか&クリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょうということで、ありがとうございました。